柳屋さん高氏は落語家の名前。柳屋さん高氏は東京都墨田区本所出身の落語家。落語協会所属。本名稲葉実。中央大学風俗高等学校卒業。出林は倉間寺氏門は丸に三塚氏は。三高氏は自身で考えた講座名であり、そのことから自身を。 初代柳屋さん、高氏と称している。だが、柳屋さん、高氏の名は、初代柳屋小判が一時期名乗っていたことがある。人間国宝となった五代目、柳屋子さんの門下。実家は、本所あずま橋の洋食店、キッチン稲葉。本所に生まれ育ち、歩いて五分のところに大歓楽街、浅草公園ロックがあったため、幼少の時から、祖父や父に、寄せや 演芸場に連れて行ってもらうなど、落語に親しむ環境にあった。初講座は1968年12月28日で、場所は、日本橋人形町末広の古参一門会、演目は、同館であった。人情話の評価が高いが、滑稽話にも、力量を発揮する、実力派の話家である。もっぱら古典落語を演じていたが、近年では、 稀に新作落語を演じることもある。得意とする演目は、うどん屋、井戸の茶碗、笠子、猫の災難、野ざらし、片棒、蕎麦、清桃川、棒だら、育代餅天狗さばき、柳田角の心、芝浜、締め込み、初天神、真田小僧など。艶のある声と、柔らかな物腰で、女性ファンも多く、江戸の四季を、 色鮮やかに浮かび上がらせる、情景描写や、男女の心理描写に定評がある。また、長屋話を得意とし、長屋の生活の描写にも優れている。同じ五代目古参文家の柳屋ゴン太郎と信仰が、深く、良きライバルでもあって、毎年8月の上野の鈴本演芸場や、年末の新宿末広邸における二人の講座は、人気を博している。 また、上方の六代目、正福亭松京一門とも交流がある。柳屋京太郎をはじめた数の弟子を抱えている。2021年には、柳屋昭信の尽力により色物、前座まで一門全員が、自分の入門経緯を書いた。書籍、柳屋さん京一門本よにも奇妙なお弟子たちが、発行された。2006年から毎年7月に、 米国ミドルベリー大学書き日本語学校に招かれ、落語を通して外国人に日本語と日本文化を紹介する活動を続けている。2007年の秋には国際交流基金ブダペスト日本文化センター主催の落語を通じてハンガリー人を笑わせる試みに協力した。新作では三遊亭へ窓かたけが三協のために書き下ろした。 稲葉さんの大冒険という演目があり、現在は、弟子の京太郎の得意ネタとなっているが、三郷自身もごく稀に演じることがある。また、劇作家の黒田恵美子の協力を得て、書き下ろしの新作落語も演じている。2007年の落語協会の新作落語台本発表落語会では、脚本家の並江博士が書き下ろした、娘の結婚を披露した。 政治家のファンも多く、2018年結成された国会議員による超党派落語議員連盟の設立会合ではゲストとして招かれ国会内で落語を演じた。その後、2021年2月9日に国会内で開催されたコロナ禍での落語会の実情と対策を考える落語議連会合では新型コロナウイルスによる落語業界の現状についてのヒアリングに 実演家として唯一参加、落語を守っていかなければならないが、危機に瀕していると落語家が置かれている状況について説明した。特技は、日本舞踊、趣味は創作料理、演劇鑑賞。1967年3月4日、5代目、柳谷子さんに入門。前座名は、小音。1972年11月に、五海道雲助、柳谷さん。 おさむ、金原テイクさん、三遊亭梅生立川段十郎、三遊亭落松と共に三つ目に昇進し、三鷹市と改名。三郷の名は、自分で考えたものである。師匠小んの、三に、立花や、円、京の、京の字を加えて、三鷹市とした。1980年10月に、新内試験に合格し、1981年3月に、 五海道雲助、三遊亭遠流、七代目昔江今松、三遊亭歌子、二代目金原亭馬之助、立花屋竹蔵とともに、新内昇進。1984年に、国立演芸上金賞を受賞。1986年、選抜若手演芸大賞新内部門大賞受賞。1987年、文化庁芸術最賞受賞。 1994年、浅草芸能大賞新人賞を受賞。2001年に、落語協会理事付役員に就任し、2006年に、落語協会上任理事に転任。2013年に、芸術戦勝文部科学大臣賞を受賞。2014年に、国際交流基金賞受賞、浅草芸能大賞奨励賞を受賞。2017年、指示法賞受賞。 朝日名人公ライブシリーズ、ソニーミュージックダイレクト柳屋さん今日1、片棒、芝浜柳屋さん今日千両みかん、チリとてちん柳屋さん今日3、トーナス屋、聖団柳屋さん今日4、品川新中上下柳屋さん今日5、福六寿柳屋さん今六、6、お節徳三郎柳屋さん今日7、猫亭柳屋さん今日8、船徳、肝つぶし柳屋さん今九。 河野池の犬、水屋の富。柳屋さん今日雪の瀬川柳屋さん今日1明けガラス、棒だら柳屋さん高史十二あくびしゅなん、ねずみ穴柳屋さん高史十三柳田角の芯、井戸の茶碗、行くよもち、三郷遠く一点に柳屋さん高史十四小明かれ柳屋さん高史十五夢の酒、商売柳屋さん高史十六 カサゴ、ネド柳屋さん高し17、浜野則りゆ3年目、桃川、かかり取万歳柳屋さん高し18、チキリ一世屋。ありがとうございます。